しかしなあ、またかよ。返品するのも大変だしな。もうこのまま使うしかないのかな。皆さんこんばんは。今日はですね、中華製のネックアームを買ってみました。これがあるとね、ちょっと便利じゃないかなと思って、手が塞がってる時なんかにですね、こう首につけて、ここにスマホとかねつけて撮るやつなんですけどね、録画するやつなんですけども、もういつものごとく、さすが中華製ですね。こういうバラバラの状態でね、送ってきました。で、いくらね突っ込んでも、もうスポスポ抜けます。スポスポ抜けるんですよ。自分でここを接着して使いなさいっていうことなのかな。まあ値段がね558円なんで、これを返品処理するって言ったら、もうその労力の方が大変なんでね、ここをね接着剤で止めてね、使おうかなと思ってます。さすが中華製っていうか、いつものことなんですけどね、10件頼んだら3件ぐらいはもう初期不良みたいなのがありますね。もう細かいことを言うとですね、どれぐらいかな、4割6割ぐらい不良が見つかるというような商品が多いんですけど、ただね、安いんでこんなのはもういつなくするか、いつ壊すかわからないんで、おまけにプラスチックですからね、まあ安いのでこれを使おうかなと思って買ってみたんですけども、まあお粗末ですね。ということでね、今回は中華製のネックマウントを買ってみたけど、バラバラの商品が送ってきましたという動画ですね。まあ使えるかどうかはね、まだつけてもないんで、送ってきたばっかりなんでね、わかりませんけど、使ってみようかな。それでまたね、なんか使ってみた感じとかがね、あれば、また動画撮ってあげようかなと思います。以上、今日は中華製のネックマウントを買ったらバラバラの状態で送ってきたというビデオでした。以上、ありがとうございました。